ファン VS エグスプロージョン、どっちがエグスプロージョンに詳しいのか。いやーよっしゃよっしゃ。これは、何ですかこれは。今日はですね、はい、ガチファンが、エグスプロージョンに関するクイズを出します。おお、そうなんや、はい、聞いてくれたんや。聞きました。うわ、すげえ。たまたま、この方に聞いたら、もうすごいコミュニティでブワー広がって、秘密裏に動いてくれたんです。あいつらめその特殊ボタンがあるんですか。僕らの知らないネットワークがCP0 みたいなワンピースのすごいな。もう結構な DM が来て、うわ、そうなんや。しかもみんなもうガチファンだから、なんじゃこの問題っていう。すごっ。どっちがエグスプロージョンに詳しいのかっていうのを、エグスプロージョンに言われてるわけですよ、だから要はこれ、ファンと我々エグスプロージョン、どっちがちゃんとエグスプロージョンで物知ってんのか。ほんまやな。スケジュールとかもファンから教えてもらってた。我々ね、自分のスケジュールですらもうわからないから。まだわかりませんけど、急激に自信がなくなってきたな。それでいきます。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあ第1問です、はい、出題者ちーちゃんさん、はい、まあ、これシンプルですね、うん、本能寺の変の動画を YouTube にアップした日はいつ。1問目でこれ、はい、待ってください、B ランクぐらいから出てきませんか。うん、正直言います、これが一番簡単です。ちょっと待ってくれよ。ちょっと待てよ。あんな歴史的な日を、そうですよ、忘れるわけがないだろう。なんでちょっと、なんでちょっと覚えてるの。あ、いきますか、じゃあ。はい、じゃあお二人とも答えをお出しください、はい、どうぞ。ドン。3月27、2015年、2015年の4月の17。お、俺絶対よしおる近い人だよ。俺この自信はあるぞ。本当に自信あるんですね。久しぶりに吉尾って言いました。本当に自信あるんですよ。目覚ましテレビで取り上げられたの5月の頭の、1ヶ月ラグがありましたよって話だったんですよ。絶対3月末。発表します。はい、正解は、2015年、3月27。うわー、ビザービザーエグスプロージョンのリーダーです。かっこいいってテンション上がってる。こんな喜ぶ、外れてもこんだけよかった。かなよし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 、気持ちいいぞこれ。でもこれ一番ランクとしては簡単低いの。これが低いのか。低いです。出題者モッチーさん、はい、お二人が流行り病中、はい、はい、療養中に、ファンがその状況を分からなかったんですね、その時にファンがエグスプロージョンを応援するためにハッシュタグを作りました、その内容とは何でしょう。なるほどね。あ、そんなか。療養中に、そう、療養中、療養、病気なの知ってて、そうですね、うん、そう、そうね、ハッシュタグね。全くペン動かない。いや、こういうことなんだろうなみたいなのがあるんですか。これかな。答えの発表お願いします。はい、ズドンと。エグスプロージョンは必ず帰ってくる。てめえらは待ってます。あ、これはトノはね、よく言う、ファンの皆様に、てめえらとよく言う。正解は、はい、このタグを見た人はエグスプロージョンのおすすめの動画を一つ UR 付きで紹介するでした。紹介なの？ちょっと待ってくれ。待ってるよ、頑張れとかじゃなかったの？負けるなとか、じゃなくて、単純にしっかりとビジネスの面で考えてる。再生数を上げようとしてくれてました。それでも、やめろ。なるほど。少し寂しさもあるなんか、あと恥ずかしいし、なんか。こう書いて欲しかったんかな。うん。あ、いやー、なるほどな。いや、でも嬉しい、嬉しい、嬉しい、気持ちが嬉しいな。第3問、はい、これはちょっとポージングクイズです。お、
法人法人、はい、はい、そうですか、2010年8月ダンサーと芸人が作るコント×ダンスのイベントフュージョン、はい、のフライヤーで撮っていたポーズをせーのでしてください。2010年でしょ、 OK、 自分のポーズでいいんだね。そうです、 OK、うん、あっ、何それ、いけますか、はい、いきます、はい、せーの。正解は、はい、こちらです。やったー、え、マジでやったー、おばらさん正解です。そんなんだった気したんです。フュージョンだったから全然違うわ。フュージョンだからベタにフュージョンやろう的な、そういうことか。おっ、俺当時のアンシャで言ってたわ。俺すごい問題出してるでもなんかギリギリ繋がったりしてますね。ブラーコード出たけど危なかった。回線繋がった、ちゃんと。俺アーシャか、アーシャだったか。よし、次よし、出題者アッコさん、はい、よしおとまちゃこ2013で、よしおさんが記憶を取り戻して帰ってきた部屋の番号は何番でしょう。いやー、もう発表お願いいたします。はい、せーの、ズドン。一回だよ絶対。お前さん答えを発表します。はい、107。ただ、あのこれは当時の画質がちょっと荒かったのもあって、102という諸説もあります。ああ、なるほどね、はい、2か7でしょうということで。なるほど、ファンは言ってきてます。そんな高次元のやり取りをしてるんですか。2派と7派がいるみたいな。じゃあマチョさん 0.5 点あげる。よーっ、言ってみる前ね、言ってみる前ね。得点制度でやってるんですか。ランマさんから、はい、ランマさん、15周年ライブ、夏のツアー、クエスチョンの最終日にライブを行った沖縄の会場名を答えなさい。多分そう。お、これ早かったですね、うん、ではお二人、答えの発表お願いします。せーの、ヘッドン。天ブス。天ブス。ホール。わ、ホールってついたっけ。天ブスだけではない。そっか、天ブスホールか。正解は、うん、天ブスホールです。おっしゃー。0.5 点ちゃうか、これ。0.5 点ちゃうか。天ブスが多分、そうだね、一番難しいところだよね。そうだよね。そうです。うわ、怖いな。これ、でもギリギリ出てくるな、ほんま。いきます。いるよ。じゃあ、千葉さんからです。はいよ。2018年1月18日、うん、ステーキミヤと、うん、あのバンビーノさんとのコラボメニュー、 お披露目会にゲスト出演しました、うん、しました。ミヤのタレたっぷりキノコソースハンバーグを試食したマチャさんは何と言ったでしょうか。ハンバーグ食べた後のコメント。そうです。うわーい、マチャさんが言いそうな。そうです。ね、うわ、うまいこと言ってるんだよ、多分。うまいこと言いたがってるんだよ。本人も言ってますもんね、ずっと。うん、あのグルメリポートの中でうまいこと言えるよ。そう、うまいこと言えるよ、大体。正解発表お願いします。はい、ドン。森の中にいるみたい。多分、このキノコの香りがあって、で、そのハンバーグ肉肉しいから、この動物とか、その…目開けてもらっていいですか。いや、結構真面目に言うかなと思って、うん、あ、すごい、あ、バンビーノの2人に対してもこう、ちゃんとこう伝えようとしてくれてるっていうか、うん、え、キノコの香りすっごい広がってくるってこう、簡単な言葉を合ってるかなって思った。それか、俺、ひょっとしたら森の中からニーバラが聞こえてきたみたいな、そんな感じで言ってんじゃんか。それ言ってそう。言ってそうだよね。うん、正解発表します。はいよ。正解は森の中に来たみたい。俺すごくない？俺すごくない？ほら、あの、マチャさん、食べなくてもコメントできる。そう、いや、違う。あの、
コピペになっちゃうから当たっちゃうと、この人ほんとキノコ食べたらすぐもうほんまやもう決めて食ってるやん、コメントをダメですよ、これ当てちゃ見ないでほしい各関係者見ないでほしい、これあとニーブラ関係なかった同日の問題があります。はい、はい、この同じ熱々のハンバーグを口に入れた吉尾さんは、はい、何をしたでしょうか。はい俺ちょっと覚えてるかも、これ何をしたの。咀嚼以外にやることありますか、その後。僕は結構この問題が一番好きでした何をしたの、はい、俺ちょっと自信あるよ、この問題。じゃあ答えの発表お願いします。はい、どうぞ。皿に戻した皿に戻したえ、熱すぎて暴れて膝だとか。あ、うわ、でもそんなもあったような気がすんな。あっ、あーみたいな、こういうどうだっけな。うわ、ちょっと待って、ドリンクこぼしたっけ。いや、僕それ一回よぎったんですよ俺の中の小原さん、皿に戻してたよ、この食事のイベントでカチッと戻してた今なら気がすんだよこれも小原さんなんだよね、どっちも小原さんなんだよこれで、こぼしたもん、ほんとに。確かにこぼしたような気もすんだよな。こうあってほしい、俺は皿に戻しといてほしい。僕が想像するのは、はい、正解の発表します。はい、僕はすごい好きだった問題です。はい、はい、答えは口の中を手で仰いで冷まそうとしたあっやばすぎて本当に熱くて熱くてテンパリッキーなんですよ。ほんとそういうとこあるよなハフハフしてた状態だったんですね。いないよそういう人うわ思い出した、やってたこうやってで、今でもやりそう。やりそうですね。いやほんまやな、すごいですね、こうやってずっと追ってくれてんのも。いやほんとすごいよね、これいい問題だな。じゃあ最後になります。はい、踊るラップシリーズ裁判。はい、裁判のよしこちゃんのハンドルネームは何でしょう。こちら、おなつさんからですね。え、ハンドルネーム、ちなみにこれ何に載ってたとか記憶にない。これ2人が作ってるものですからね。うん、裁判中、いや、うん、別映像ちゃうか。見たんですけど僕もさっぱり分かんなかったんですけど。あ、そうだよね、はい、まあ、それには出た、YouTube の方には載ってないんでしょうが、出てきたっていうこと、はい、本当に記憶がないときはこうなるんだ。とっかかりも手がかりもない。何もないから。初めてヒントってもらえないですか。ヒントですか。ヒント、なんか漢字2文字です。漢字2文字はい、じゃあ答えの発表お願いします。はい、ドン、やせこ骨女高校では一緒ですね多分、はい、すごい惜しいです。答え発表します。はい、肋骨です。ああ肋骨だかった。もう骸骨か骨女だと思ってうわそっか、まあ、うわー、はい、はい、まあ、これで答えで一応、まあ、今ちょっと出したんですけど、エクスプロージョンの勝利です。うわギリギリでしょ。よし、うん、はい、見たかちょっとこれ楽しくないですか。楽しい。いや楽しいですよ。楽しいですよね。あとこう自分たちの本当忘れてる海馬の奥の方からギューンって引っ張ってくるからちょうどいいとこを出してくれるんですね。そう、気持ちいいわこれ当たった時、うん、そうそうあとその小原さんだったらこうするっていう、はい、偽物の情報も出てくるっていうか記憶ってこうやって変わっていくんやみたいな一番本能寺のアップロードした日よりとにかく気持ちよくないちょっとね、またこれ第2弾もやりたいんで、あ、ぜひぜひ、はい、あのぜひディレクター宛てにあの、はい、DM 送っていただければ問題にしますんで、はいはい、ぜひぜひ、はい、そこそこ問題送ってください僕らのことを問題にしてください、うんうん、まあ、今回僕たちの勝ちなんで、ね、はい、挑戦者待ってるぜ。せーの、チャンネル登録チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。でいいです。今のはそのまま使いますけど。